1866年のウィリアム・グラッドストン第一次、グラッドストン内閣は、1868年12月から1874年2月まで続いた自由党党首、ウィリアム・グラッドストンを首相とするイギリスの内閣である。1868年11月末の解散総選挙は、アイルランド問題に取り組むことを公約した、グラッドストン率いる自由党の勝利に終わった。 これにより保守党政権の第一次、ディズレーリ内閣は審議会招集を待たずに、総辞職した。12月3日にグラッドストーンはウィンザー城に招集され、そこで、ビクトリア女王より組閣の対面を受け、第一,第,一閣閣第一次、グラッドストン内閣を組閣した。1868年、第一次、グラッドストン内閣の閣議を描いた、第一次、グラッドストン内閣は、内政面で、 多くの自由主義改革を実施した。まずカトリックの多いアイルランドにおける国教会を廃止し、さらにアイルランド土地改革法によって、おざく実りが理由なく、あるいは法外な時代によって、強制たちの気になった場合の保障について定めた。スーミツイン副議長、ウィリアム・エドワード・ホースターの主導で1870年、初等教育法が制定され、 小学校教育の普及が図られた。寛解、軍における貴族優遇を抑制すべく、外務省を除く、全省庁で官僚の採用試験制度を導入し、また、陸軍大臣、エドワード・カードウェルの主導で、将校階級買取制度が廃止された。その他、選挙が有力者に操られないよう秘密投票制度を定めたり、労働組合法を制定して、 労働組合に許される交渉範囲を拡大させたりした。一方、外交面は増えてで、プロイセン首相、ビスマルクの後手に回ることが多く、不屈戦争を抑止できず、強力なドイツ統一国家ドイツ帝国の建設を許した。また、ロシア外相ゴルチャコフによるパリ条約破棄も阻止できず、ロシアの国会再進出を許した。また、 アメリカに対してもアメリカ大統領グラントの要求を受け入れる形でアラバマ号事件の損害賠償を支払うことになった。1873年にアイルランド大学改革法案に失敗したことをきっかけにこれまで言ってきた様々な改革への不平不満が自由党内から紛失。政権は分裂状態となり、グラッドストーンの権威は低下した。一方、 野党保守党の党首ディズレーリは、グラッドストーンの弱腰外交を批判し、帝国主義政策を訴えて、有権者の保守党支持を広げていった。グラッドストーンが希望していた、所得税廃止の是非をめぐって自由党政権内は、分裂し、グラッドストーンは1874年2月に、解散総選挙に踏み切ったが、秘密投票制度が制定されたために、アイルランド農民票が、 これまでの自由党ではなく、アイルランド議会党へ流れ、自由党の惨敗、保守党の対象という結果に終わった。これを受けて第1次、グラッドストン内閣は、総辞職し、保守党政権の第2次、ディズレーリ内閣が発足した。ありがとうございます。